もいえ、皆さんどうもこんにちは、にもです。今日はですね、ルクセンブルグで実際に話される言語っていうのが、まあ、どういったね、言語があるのかっていうのをお話ししたいなと思います。で、今日はですね、まあ、こういう形でですね、久しぶりに顔出しでちょっと撮影してるんですけれども、普段ね、僕の動画ではですね、まあ、ルクセンブルグに在籍してですね、今5年になってる、まあ、このニモはですね、まあ、このルクセンブルグの暮らしとかですね、生活っていうのをですね、Vlog 形式でお話したりとかですね、こういう形で、まあ、顔を出して、まあ、喋ってですね、自分の経験を喋っていくっていうようなチャンネルになってますんで、もし興味がある方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。で、この国はですね、多言語国家として結構知られているので、すごいね、たくさんの言語をね、普段日頃から耳にすることがあるんですけど、じゃあもしね、実際こっちにね、旅行しに来たりとか、留学とかね、仕事で働きに来た時に、生活上でじゃあ一体何語を話していれば、まあ、何不自由なく生活できるのかっていうのをですね、まあ僕がですね、ここに住んでから5年経つので、その5年の経験からちょっとね、お話しさせてもらえればなと思います。僕が喋れる言語っていうのが日本語と英語だけになるんですけど、あとはもうフランス語がちょっとね、スーパーとかで少しね、日常会話をちょっとするぐらいの会話でしか使えることができないっていうのが今の僕の現状です。ルクセンブルグのちょっと少し大まかなことをちょっと先に説明させていただくと、ルクセンブルグには公用語が3つありまして、ルクセンブルグ語、フランス語、ドイツ語、この3つが公用語になってます。ルクセンブルグで国の人口がだいたい62万人ぐらいなんですよね、今。で、その中の今多分だいたい 50% から 52% ぐらいがルクセンブルグ人で、その次に多いのがポルトガル人、そんでその次はフランス人の、あと多分ドイツ人とか、あとなんか別の違う国の方々になってくるので、まあ大きく分けると、主にね、大きなルクセンブルグの人口を占める大きな割合っていうのはルクセンブルグ人なんですけど、その後はポルトガル人とフランス人が次に来るっていう形ですね。でも先にね、まあ、結論を言っちゃおうと思うんですけど、日常生活ではフランス語と英語があれば、まあ、ある程度はまあできるかなと。ただ、まあ、フランス語はかなりね、よくね、使われる言語になるので、それはもう必ずね、必須じゃないと、まあ、なかなか一人でね、こっちで生活していくには難しいかなと思いますね。で、まあ、さっき説明したように、公用語はルクセンブルグ語とフランス語とドイツ語なんですけれども、じゃあこの3つが、まあ、どういう頻度で、まあ、どういうシチュエーションで使われるのかっていうのをちょっとね、それぞれお伝えしたいと思います。で、1つ目のルクセンブルグ語なんですけれども、これはですね、もう完全にルクセンブルグ人のコミュニティ内で、ルクセンブルグ人同士がなんかもう話をしたりとか、まあなんかスマートフォンとかで、チャットとかね、テキストメッセージ送り合う時に使われる言語っていうのが主にルクセンブルグ語になってます。で、このルクセンブルグ語っていうのは、なんかそのドイツ語と結構似てるみたいなんで、まあルクセンブルグの近くのね、トリアとかね、ザーランドっていう地区、そのルクセンブルグのすぐ横のね、ドイツのその地域の人たちからすると、ルクセンブルグ語っていうのはちょっとドイツ語の方言みたいな感じなので、ドイツ人が聞いてもまあ少しね、ルクセンブルグ語っていうのはわかるそうなんですよ。で、まあ、このルクセンブルグ語をよく聞くね、場所とか、まあ、機会なんですけど、まあ、もちろんね、ルクセンブルグ人と友達になったりとか、まあ、ルクセンブルグ人の知り合いがいると、まあ、そこでね、おのずとやっぱり聞こえることはあるんですけども、それ以外だと、ルクセンブルグ人の多くの方っていうのは、市役所とか公共のサービスで働いてる方っていうのは多いので、まあ、もし市役所とかに行くと、まあ、そういったルクセンブルグ人が多いので、ルクセンブルグ語を聞く機会っていうのはあるかなと思います。ただですね、まあ、ルクセンブルグ語でなんか文字を書かれているものって、まあ、なくはないんですけど、まだほとんどの場合はルクセンブルグ語で何か書かれた文章をなんかもらって読まないといけないっていうことはないですね。で、ルクセンブルグ語っていうのは、ルクセンブルグ人のコミュニティ内で話されている言語なので、例えばですね、まあ、来た方が、まあ、フランス人と仲がいいとかですね、まあ、旦那さん、奥さんがフランス人やドイツ人っていう場合はですね、まあ、おのずとですね、やっぱりドイツ人のコミュニティ、フランス語を話すフランス語の、まあ、フランス人とのコミュニティっていうのに、まあ、属してくるので、そういった方だと、まあ、あんまりね、ルクセンブルグ語にね、そもそも触れる機会っていうのはもうほとんどないと思いますね。だから僕の知り合いとかもね、結構ね、ルクセンブルグに住んでて、まあフランス人のパートナーがいる方で、シティに住んでる方とかいるんですけど、そういう方ってね、ほとんどなんかルクセンブルグ人に会ったことがないとか、ルクセンブルグを聞いたことがないっていう人も結構いるんで、だから本当にもうそれは属するね、そのコミュニティ、どこのね、どういう友人関係と付き合っていくのかによって、ルクセンブルグを聞く機会っていうのはあるんですけど、ただまあそんなになんかこうね、ルクセンブルグ人も多言語、すごいいろんな言語を話す方が多いので、ルクセンブルグ人もまあフランス語とかドイツ語も全然喋れるので、だからまあそんなにこうルクセンブルグ語っていうのが重要視はされないかなと思います。
あとは僕がルクセンブルグをよく聞く機会があるのは、車に、乗って僕ね、車で通勤で運転して、会社に行くんですけど、その時にルクセンブルグのラジオを聞くんですよ。それがエルドラジオっていうんですけど、このラジオはもうほとんどね、DJ の喋ってる言語っていうのは全部ルクセンブルグ語なんで、それを聞くと、まあ、ルクセンブルグを聞く機会っていうのはありますね。で、続いての公用語なんですけれども、フランス語ですね。で、このフランス語っていうのが多分ルクセンブルグ内では最もよく聞いたりとか、話される言語になるかなと思います。で、政府から送られてくるね、公的な文書、例えば今最近だとね、コロナのね、ことに関するなんかコロナの PCR テストを受けてくださいとか、まあ、バクシネーションですね、ワクチンの、接種をしてくださいっていう時に、まあもちろんね、その紙が届く時は、まあ多言語で書かれていることもあるんですけども、大体のまあ、いろんなね、その銀行から届く書類とかは全部フランス語になってます。で、フランス語はもう公的文書とか、ニュースとか、あとスーパー行った時の日常会話とか、もうそういったもう普段の日常の生活で一番多分よく使われる言語になってますね。で、ルクセンブルグはフランス語の話す方も多いので、フランス語っていうのが多分一番そのドイツ語とルクセンブルグ語と英語っていうその4言語の中では一番その仕事とか探す時にもフランス語っていうのを要求される仕事っていうのが一番多いですね、こちらでは。ただ最近はですね、ルクセンブルグのシティの方ですね、まあ市街地の方に住んでると結構ね、英語圏から来てる人とか、インターナショナルな環境が結構多いので、そういったところだと、まあフランス語も聞く機会があるんですけど、どのね、英語のまあ重要性っていうのは増してきてますね。三つ目がドイツ語ですね。で、ドイツ語は、まあ一番この三つのね、そのルクセンブルグ語、フランス語、ドイツ語の中では一番使用頻度が低くて、まあもしかすると英語の方がよく使うことがあることが多いかもしれないですね。で、僕もね、日常で中でね、いつやったらドイツ語ね、まあ聞く機会があるかなって考えたんですけど、これまでに僕がまあお店に行って、ドイツ語でなんか対応されそうになったっていうのが、ルクセンブルグ内だと多分1回か2回ぐらいしかないんですよね。で、本当にね、まあドイツ語をあんまりね、ルクセンブルグ内では聞く機会っていうのは少ないんですけど、ただルクセンブルグ人とかですね、こっちのコミュニティで、例えば映画館行って映画見るじゃないですか。それがまあ英語のオリジナル版で字幕がですね、フランス語とドイツ語っていうの2つが並んで、まあ字幕が吹き替え出ることがあったり、こっちではですね、まあ吹き替え版ですよね。英語を吹き替え版にして、なんか映画館でまあ上映される時とかっていうのは結構ね、ドイツ語の吹き替え版が多いので、それをね、まあ結構見る機会がある場合はドイツ語を聞く機会はあるかなと思いますね。ただね、ルクセンブルグに住んでる人っていうのは、ルクセンブルグから国境を越えて、ドイツにね、週末買い物で、まあ、食品とか、雑貨品とかですね、を、向こうの方がね、ドイツの方が安いんで、買いに行く人が多いんで、そういった時に、まあ、ドイツに行って買い物する時に、まあ、そのドイツ語を聞く機会があったりだとか、あとはそのオンラインショッピングしようとすると、まあ、アマゾンでも、アマゾンって日本、ルクセンブルグアマゾンないんですよね。ルクセンブルグのアマゾンのページっていうのが。だから皆さん、ドイツのアマゾンにアクセスして、ドイツでアマゾンから、まあ、注文して送ってもらうとかっていうのがあるんで、そういう時にまあ少しドイツ語っていうのは見る機会はあるかなと思います。で、僕もね、日常の中でほとんどね、ドイツ語は触れる機会がないんですけど、僕はまあ会社の中で結構ドイツ人も多いので、なんでまあその時にドイツ人との会話とかで、まあドイツ語を聞く機会っていうのはあるんで、まああとはだからその働いてるところがドイツ系の会社なのかフランス系なのかとかにもよっても結構変わってくるんじゃないかなと思いますね。で、以上がね、公用語の3つの言語なんですけれども、まあその次にね、皆さんが多分よくね、話される言語として、まあ英語っていうのがあると思うんですけど、英語はですね、まあ公共のサービスとかね、市役所、ルクセンブルグ人がよく働いているところなんですけど、そういうところではね、英語の対応っていうのはもう全然問題ないです。で、なおかつですね、ルクセンブルグの中心の市街地ですね、の方に行って、まあなんかね、仲良くしてね、会ったりとか人と出会う時っていうのは結構ね、英語で対応できたりとか、レストランとかも英語対応があるので、問題はないんですけど、ただ、ルクセンブルグの市街地から離れたところに住む、もしくはちょっとね、フランスの国境近くのルクセンブルグに住むと、結構そこだとフランス人がすごく多くて英語を話せない方っていうのは多いので、そこでね、やっぱり英語が使えるだけだとなかなか苦労するっていうことがあります。だ、最近はね、ブレグジットの影響もあって、UK、イギリスからですね、まあ結構本社とかね、オフィスが移転でルクセンブルグに来たりしてることもあって、徐々にね、ルクセンブルグの中でも英語の存在感っていうのは高まってきてて、この間も僕びっくりしたんですけど、市街地行ったらね、ほとんど聞こえる言語が英語やって、結構ね、ブリティッシュ・イングリッシュっていうんですか、イギリスなまりの英語はよく聞こえて、まあ結構びっくりしたことはありました。
なんでルクセンブルグの市内に住んでると英語だけでも生活はある程度はできるとは思うんですけど、もしね、なんかそのルクセンブルグの中心地からちょっと出たところに住むと、まあちょっとそのコミュニティによっては英語だけだと苦労することもあると思います。で、自分の場合なんですけど、まあ僕はこちらに住んで、まあ5年経って、で、今僕の妻っていうのはルクセンブルグ人なんで、まあ主に僕が付き合ってる人っていうのはルクセンブルグ人が多くてですね、まあルクセンブルグ人のコミュニティに属してるんですけど、まあ僕の場合は英語と日本語しか知らないんですけれども、ある程度まあ本当にもう基本的なフランス語だけ覚えていれば、まあある程度日常生活の中で買い物とか行く分には問題はないですね。だからまあなんかな、そのスーパー行った時になんか買い物でね、まあカード出すのとかキャッシュなのとか、なんか何かな、まあハバグッデイとかね、ボンジョーネオボワとかボンソワレとかね、なんかそういう挨拶程度しか僕もそんなにできないんですけど、でもまあそれぐらいできればまあある程度スーパーでの会話とかコミュニケーションはできるかなと思います。ただそれでも結構苦労することがあって、やっぱりね、小さい細かいね、詳細を聞いたりするとき、例えばなんですけど、まあ家電量販店とかに行って、まあテレビとかパソコンとかのスペックを聞くっていうときにフランス語しか話せない人がいると、まあそれで結構苦労したりとか、あとはですね、契約書ですね、保険とかの契約書とか、賃貸アパートを借りたり不動産を購入する時の契約書っていうのはもう全て英語じゃなくてフランス語なんですよね。なのでその時にそのフランス語を読み解くっていうのにすごい時間かかるので、まあそういう意味では英語だけでまあ生活はできることはできるんですけど、ただもうちょっとね、フランス語をちゃんと勉強しておかないと、もう少し込み入った内容の話とか契約書類とかっていうのの、話の時には結構苦労することがありますね。僕は幸い妻がルクセンブルグ人で、まあフランス語もルクセンブルグ語もドイツ語も話せるので、まあなんでそういう時に僕はまあ困ると、まあちょっとね、自分でまあ努力して少し見て、まあわからないことがあれば妻にお願いしたりとか、まあ、ちょっと妻に対応してもらってるっていうのが今の現状です。というわけで、まあ結論なんですけども、日常生活でまあ全てを一人で、まあ契約書とかも全部一人で対応する場合っていうのは、この国ではもうフランス語っていうのはもうマストなんですけど、ただその住むエリア、そのルクセンブルグの中心地とかに住んだりとか、まああとはその付き合うコミュニティの中では、まあ例えば英語とフランス語を話せる方に、そういう方に助けてもらうとかすれば、なんとかね、まあ英語とかでも、まあ、やっていけないことはないかなとは思います。以上がですね、英語と日本語しか喋れないですね、このルクセンブルグに5年住んでるですね、この僕がですね、まあ感じた、まあこの国の実際のリアルな話される言語についてのお話でした。この動画が良かったなと思う方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、アディー。